バランスで立っとるやん。今、花見サマラーで感じね。辛味噌丸、この間食べてめっちゃ辛いって言ったやつ。あ、そう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 。これでこれより辛いやつがあって、それマジかっつってたもん。あ、激辛でしょ。そう、激辛。今回あのこれよく見ていただくとね、かなりの長文でね、あの感想を、まあ一つの議題に対して感想をね書いたんですが、これを説明しようか。つけ麺。つけ麺。やっぱつけ麺なんだよな、昔から。好きだよね。好きでしょ。本当に。濃いのがいい。よし、じゃあいただきます。はい、こんだけ長いとさ、ついちゃうんだよ。結構。あれじゃん、こう耳にこうやってやってつけないと。なんかこうやって結んでるやつみたいな。うん、しめでしょ、うん、女性の気持ちがね、女性の気持ちが分かる。分かるやつ、ね、そう、今日話したいことが、そう、今日話どうしてもどうしても話したいことが、前回のリハ後にここ来たんだよね、はいはい、俺らバンドマンでリハスタ後で飯食ってたら、3組ぐらいさ、ギターしょったりしてる人たちが来たんですよね。その時に、なんでバンドマンってラーメンが好きなんだっていうのが前回あった。で、約1ヶ月間考えました。論文としてまとめます。小論文、小論文、さっきこれね。小論文 としてまとめて。これ、長い長い長い。長いね。これこれ。1ヶ月だ。バンドマンは何かとラーメンセット。昨今打ち上げやリハスタ後またはライブ前など何かとジャパンソウルフードのラーメンを食べたがるのがバンドマン。まあもう僕らもしかり。サイサイ。ああサイサイね。もうあの天一の曲とか。あ、コラボしてたもん。そうそうそう。作るぐらいやっぱりラーメンイコールバンドっていうイメージは強い。なるほど。でなんでラーメンでないといけないのか。3つの観点で。ちょっと考えたんですけど、はい、まず一つテンション、テンション、テンション、テンション。まあラーメン屋イコール店内活気、騒音、騒音、騒音、味が濃い、味が濃い。何かとエネルギッシュ。ああ、まあパワー、パワーあるよね。ラーメン屋、ラーメン屋っていうだけで。練習後やライブ後のテンションを通常の状態に戻すために、はあ、あえてこういう騒音とか活気があるところに行って日常空間に溶け込むんではないだろう。テンション高いところに来てるけど、そこに来ることでクールダウンするわけ。そうそうそう、はあ、逆にこのままテンションが上がってる状態でスパとか行ったらなんか気持ち悪くなる。結構疲労困憊して、おーやり込んだぜってあった後に岩盤浴とかちょっとな、あ本当に一気にクールダウンしすぎて体調悪くないんじゃないかなと。めっちゃおしゃれなバーとかもいかんな。あ、そう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 、ならならないよね。それそれ、うん、さあ落ち着いたとこにはいかんね。そうなんでしょう、でしょうか。さあ分からない。2個目、とりあえずラーメンっしょ、とりあえずラーメンっしょみたいな。わかる。とりあえずラーメンっしょっていうのはまあ日本人特有な人種的な思想だよね、思考、まあ、すなわち協調性と優柔不断さ。ああ、そうね。しかもこう飲みほど高くつかないじゃん。そうそうそう。まあしかもさ、ラーメンってまあ老若男女問わず世代を超えて愛されるべきジャパニーズソウルフード。ソウルフード、ソウルフード、はい。感覚で言うとあの居酒屋のとりあえずビールしょに近い。近い。でもビールと行くとちょっと長いから、やっぱさ、じゃあ俺たちもさ、今日カッサーがちょっと途中で帰っちゃって、じゃあ2人で居酒屋行こうかっつったらさ、もう集団までいることになっちゃう、なんだかんだ。そう、なんか居酒屋に行ったら気力回路がない。そうだね。もうとりあえず終電前まで、11時半、11時50分、12時前までは
いる感じになっちゃうけど、うん、でもラーメンならもう食ってさっとお互い帰れて、で時間もね節約できるというか、そう、要するにあのバンドイコール個の集団であって、はいはいはい、皆の好みや好き嫌いとかライフスタイル生活を考えた時に、あのラーメンが一番選択肢として時間的なコストもかからなければ、あのお金もかからないで、とりあえず好き嫌いもないっていう観点から、やっぱりとりあえずラーメンでしょ。なるほど、あると思いますだよね。これ結構やっぱ日本人特有の考え方っていうか、だからまああっちの人で言う、とりあえずマックしちゃったマック、みんなとりあえずマックしよう、マックだ、シェイクしてバニラシェイク1リットルしようみたいな。いやいや、どうなんだろうとりあえずラーメンしようっていうところから一つ推測されるのが、はい、あの結成初期は比較的に居酒屋ファミレスが多い。結成当初 当初はあのまだちょっと距離感があるちょっとお酒の力借りて親睦深めようぜ的なニュアンスあるね。あとドリンクバーでさ、何飲む何飲む、安く長居して喋る時間増やそうみたいな。でまあ親密度に上がるにつれ、アルコールなしでのコミュニケーションが増えてきて、まあ、バンドの仲が良くなるにつれラーメンにシフトされるのではないだろうか。なるほど、あると思います。変なその長く会話をする必要もない、お互いにこう、ね、気の置ける仲だから、わざわざコミュニケーション図ろうみたいな感じでさ、うん、そう仲良くしようみたいな感じじゃなくて、別に黙っててもさ近況をお互い話すしさ。ただ解散寸前とあの仲がいいとまたちょっと違うイメージになるんだけど、そうだね、だ普通に友達として仲がいい、そうバンドとかね、そうなんか親密っていうよりもな、うん、そうだね、仲がいいというか。解散寸前のバンドはラーメン屋ぽんよ。いかんね、いかん、一切いかん。なんでこんなやつと一緒にラーメン食わなきゃいけないんだよってなるでしょ、みんな。あのよくあるのが、俺タバコ吸って帰るわ。ああ、そうかね、喫煙所だね。そうだね、じゃあね、うん、あ俺タバコ吸って帰るわ、あ俺ちょっと車だから、あ俺ちょっと楽器寄ってくるわ、なんか予定をつける、予定を作って、でもなんか流れ返したみたいな。あ、そうです。じゃあ二人で行くのもなんだしな、じゃあお疲れみたいな。まだラーメン屋に行くうちは解散に至らない。で、三つ目ですね。栄養的観点。ラーメンって調べたんですよ。ラーメンの栄養素をちょっと考えて。まずラーメン炭水化物でしょ。はい。塩分。はい。タンパク質、はい、脂質が主、はい、で体を動かすエネルギーっていうのが炭水化物、脂質、タンパク質。リハーサルでさ、ライブとかでさ体を動かすと炭水化物、脂質、タンパク質がなくなると想定される。なるほど。そうなるとラーメンのこの炭水化物、塩分、タンパク質、脂質っていうのがちょうどいい。失ったものをそうみんな心のどっかで欲してるわけだ。そう、体が自然と。だからさ、俺さ、なんか野郎ラーメンっていうさところが、はいはいはい、月8600いくらかでこう1日1食食べ放題になる、サブスクリプション制度を設けまして、でも2週間弱行けばもう元が取れると。ね、いやだからもしそれ本当に食うのに困ったら、月8600円くらいでさ、でも1日1食にしてさ、まあ十分でいけるっしょって思うので、でさ、こう二郎系だから野菜もすごいてんこ盛りだし、そう野菜も取ってるからマジもう最強なんじゃねって勝手に思ってて、マジ食うのに困ったら俺これしようってもうすごい今心に決めてるんだけど、まあ、そういうことだよね。まあ、それで取った気になってるわけだ。そう絶対ダメだけどね。で結論的にね、日本の文化、精神的かつ肉体疲労の観点から
まあ、バンドマンイコールラーメンは切り離せないソウルフードなのかなと。優柔不断であって表情性のある人間だし、で昨今健康志向なアーティストが多くなってきてますよね。あの海外のアーティストとか見るとさ、毎朝ジョギングしたりさ、スムージー飲んでとか、野菜中心の生活、タバコ、アルコール、ドラッグから切り離されてるアーティスト結構多いじゃん。多いと思う。しかしその行為自体がロックなのか。飛ぶねえなんか。それは己の身体と生活と向き合って結論を出すべきなんじゃないのかなと。そう、わかる。つまりまあラーメン、まあ、ジャンクフードではある。それを健康がどうだ、とりあえずラーメンとかそういうのそんなの一切なくして、俺はラーメンが好きだ、それがロックなんだ、ラーメンが食いたいから。なるほどなるほど。いろいろ理由をつけんだと。そう、ラーメンを食うの。そう俺いろいろ考えた結果、ラーメン食うのにいろいろ理屈を述べるなっていうことを俺は言いたいわけ。バンドマンに行こう、ラーメンとかそんなのどうでもいい、そんなロックじゃねえとお前が言ったんだよ。お前がラーメンについて俺は語るんだ、ラーメンとバンドマンの因果関係について。俺は思いついた、考えついた、だから俺は考えてきて今回発表するって言ったのに。結論俺の考えは全てそれはロックではない。いや、ラーメン食い始めてからさ40分経つけどさ、ここまで無駄だった話ないね。まあ俺はこの3つの観点から結論を出して、この話はその3つの観点自体が無駄である。無駄である。逆にいろんな人はさ、他の俺以外の人は、いや、もっと突き詰めるべき結論があるんじゃないかっていう。誰も思ってないよ。大丈夫だよ、そんな。いや、もっとバンドマンはやっぱラーメンと因果関係が非常にあるから、そんなロックとかそんなんじゃない、ね、そういう心の話じゃない、いろいろあるわけだから。いいじゃん、好きなんだから。開始3分で言え。説得力の差が違うよ。